どうも、公式サポーターの赤ペン滝川でございます。さあ皆さん、お待たせいたしました。警視庁捜査資料管理室スペシャル赤石幸男最後の3日間がいよいよ始まります。2018年秋警視庁捜査資料管理室括弧仮、2019年春放送のシーズン2警視庁捜査資料管理室、そしてスピンオフドラマバックトゥーザ音楽教室転落死事件を経て、ついにスペシャルドラマが完成しました。そんな警視庁捜査資料管理室をより楽しんでいただくために、このドラマおさらいから参りましょう。この作品は BS 富士渾身のオリジナル連続ドラマとして誕生しました。まあ言ってみれば社運をかけた挑戦だったわけですね。まあ、そんな時、普通人は守りに入るものです。しかし BS 富士は守らずに攻めた。このドラマの監督山口淳太は連ドラ初監督、脚本の山内直哉は連ドラ初脚本、主演の滝川英治はこれまでずっと脇役と、大抜擢が渋滞中のコンテンツ。しかし BS 富士はまだまだ攻めの姿勢を崩さなかったわけですよ。ドラマの内容も攻めまくった。部屋から一歩も外に出ないワンシチュエーション、主役出ずっぱり、喋りっぱなし、しかもほぼ全編独り言、捜査資料のデータ入力が仕事の技術専門官という捜査権限の全くない男が、解決済みの事件の捜査資料を手がかりに真実をあぶり出す推理サスペンスドラマ、それが警視庁捜査資料管理室でございます。ではその主人公赤石幸男とは一体どういう男なのか。神奈川県出身の40歳、独身、バツイチ、一人暮らし、別れた妻との間に中学1年生の娘あり、趣味はコンピュータープログラミングとミステリー、そして高校から始めた卓球が得意、書類は耳まで揃える、ホッチキスは斜め45度でないと止め直す、短い車線も定規を使う、他人が触ってずれたままになってることが気になって仕方がない、その人が帰るまで待てない、会話してる最中でも無意識に直してしまう、また時間に対してもとても厳格で、常に押しボタン式タイマー時計をデスクに置いていて、8時間勤務、うち1時間の休憩を厳密に守る男、それが赤石幸男です。そんな赤石の技術専門官としての仕事は、過去の捜査資料のデータ入力、つまり捜査が終了して解決済みの事件の資料、捜査報告書、供述調書、鑑識報告書、地帯検案書、現場写真など保管されている紙資料の全てをデジタルデータに置き換えて、2020年稼働予定の警視庁捜査資料管理センターのクラウド管理サーバーに保存していくことであります。幼い頃から妄想癖があり、鉄道オタクだった赤石は、小学生の時に読んだ松本清張点と線がきっかけでミステリーにはまり、捜査資料の現物という宝の山に囲まれる仕事に就いたことで、その妄想癖が炸裂。警察官でもないのに捜査資料の些細なことが気になり、勝手に事件に首を突っ込み、その度に上司に叱られ、また本職の刑事に話を聞いてもらっては玉砕にもかかわらず、妄想を推理せずにはいられない。過去にはこんなこともありました。ある事件で現場写真に写っていたバナナのシュガースポットを線で結び、浮かび上がった女性の名前がダイイングメッセージではないかと推理するも、そのバナナが同僚に見つかり変態扱い。またある事件では推理に夢中になってタコ足配線に気を使わずブレーカーを落とし、一晩閉じ込められついたあだ名がタコ足。またある事件では廃墟でパンツ一丁で死んでいた被害者の気持ちを知りたくて、自ら服を脱ぎパンツ一丁に、その瞬間同僚に見つかりついたあだ名が全裸。筋金入りの変態男赤石幸男が大活躍するのがこのドラマでございます。この作品がどうやって作られたのか、今回は特別に警視庁捜査資料管理室誕生秘話をお送りしましょう。まず大事なこと、実はですね、映画プレゼンターの私赤ペン滝川とこのドラマの主演俳優滝川英治が同一人物でございます。まあ、映画プレゼンターと俳優というね、そんな二足のわらじを履く男、滝川英治とは一体何者なのか、今更ながら自己紹介をお送りします。私は1977年生まれ、42歳、高校2年16歳で初舞台を踏んで、それから100本を超える舞台作品に出演してきた。コツコツと舞台に出演しながらドラマでは脇を固めるという完全な叩き上げ俳優、それが滝川英治でございます。そんな私にある日転機が訪れました。2017年12月、このドラマのシーズン1が放送されるおよそ10ヶ月前に、僕の Facebook にあるメッセージが届きました。送信者はなんと元廣克幸。その時の実際のやり取りご覧ください。僕からの最後の連絡が2012年、そこから数えて5年後、元廣監督からこんなメッセージが届きました。滝川くん、お久しぶりです。忙しいですか？ちょっと相談があります。これに対して僕は即返信しました。元廣さんの相談ならば何でもどこでも。どうですか、にじみ出る腰の軽さ、ちょっと会ってご飯でも食べませんかというお誘いだったんですね。12月22日は我が家で飯でも食べない
ながら雑談をしましょうと、じゃあなんか料理一品作って持っていきます。僕はね、鍋と雑談のお誘いを受けたわけですよ。でもこれだけでもすごいことですよ。巨匠からめちゃくちゃフランクなお誘いをもらったわけですから、嬉しかったんでしょうね。僕前日にまた改めてメッセージを送ってます。豚の角煮をお持ちしますと奥様にお伝えくださいませ。完全に鍋パーティーに浮かれまくってるわけですね。そして迎えた鍋パーティー当日、元弘家に着くと知らないおじさんたちがいたんですね。そこにいたのは誰かっていうと、元弘克行、高井一郎、山口純太、山内直哉、木村義勝、岡林周平。考えてみるとこのドラマの主要スタッフが全員集合していたわけです。さすがにね、僕も到着した瞬間に気がつきました。雑談じゃないと。そして僕は鍋を食べる前に元弘監督が言ったんですね。滝川君で主演ドラマを作りたいんだと僕は言いました。あーと、なんで俺がと。するとね、元弘さんが教えてくれたんですよ。滝川くんさ、10年ぐらい前に手紙を送ってくれたでしょ。そうなんです、元弘監督と一緒に仕事がしたくて手紙を送っていた。でもこの10年間一緒に仕事をすることはなかった。しかしその手紙が実を結び、このドラマの主演が決定したわけです。そしてしばらくしてから台本が届きました。僕の役は皆さんご存知の赤石幸男ね。主演ですから、まあいきなり喋ってるわけですよ。喋ってる、赤石、やっと気がつきました。これは主演っていうか一人芝居だと。ページをめくるたびに見たことがないセリフ量が書かれてるんですよ。その日から僕はカラオケにこもって暗記を始めました。その当時のレシートからこもり時間を集計してみたんですね。一人カラオケ合計時間89時間。とにかく一人で膨大な量のセリフを喋る、そんな攻めた内容が大好評を博し、なんとシーズン1の初回放送 TVer で再生回数単日トップを記録、そして業界視聴率トップを記録しました。赤ペン調べ。まあそんな大好評を受けて、シーズン1の2話しか放送していないタイミングで大事件が発生してしまったんですね。 BS 富士の亀山社長が割とオフィシャルな場でシーズン2も用意してますと言い切った。これを聞いた現場の全員が大慌てですよ。まずどうしたか、脚本家の山内直哉を軟禁執筆、出来上がった台本を次々に滝川に送って軟禁暗記、空前の軟禁ブームが巻き起こったわけです。シーズン2に向けた一人カラオケの合計時間143時間ですよ。その間に歌った曲数1曲だけ、歌ってる場合じゃないわけですね。そしてシーズン1の放送終了からたったの2ヶ月後、早速シーズン2の撮影が始まりました。赤石幸男が上司になり、新しいレギュラー陣に加え豪華ゲストが続々登場、さらなるスケールアップを果たし、ついにこのスペシャルドラマに繋がったわけです。さあというわけで皆様、大変長らくお待たせいたしました。警視庁捜査資料管理室スペシャル、赤石幸男最後の3日間、いよいよスタートです。目標、東校舎4階、6年3組。
赤石さん、栗山です。準備完了。赤石、了解。犯人は本当に6年3組にいるのか。彼は先生になりたかったんです。そう思えるほど楽しかった思い出の教室で最後を迎えるつもりです。なければ可能性があるのは赤石君、判断が遅いぞ。人質の命がかかっているんだ。これは指揮棒か。音楽の先生だ。目標変更、西校舎4階音楽室。了解。呪い命来。赤井さん、体育館の方からピアノを弾く音が聞こえます。体育館？目標変更、体育館だ。ちょっと待ってください。赤石君、もうミスは許されないぞ。赤石さん、命令してください。私は赤石さんの命令を聞きます。体育館へ行け。了解。赤石さん。柴田さんは音楽室へ向かってください。赤石くん！了解、行くよ。はい。